ベーケンシュチャバは、ハンガリー南東部の都市、ベーケーシュ県の県と、2001年の調査では、市の人口は67,383人だった。93.8%が、ハンガリー人、6%が、スロバキア人、0.6%が、ドイツ人、0.4%が、ロマ人、0.4%が、ルーマニア人、0.2%が、スロベニア人、 0.1%がウクライナ人、5.6%が不明である。1880年の調査によると、米シュチ茶場は25,339人のスロバキア人と6,579人のハンガリー人が暮らしていた。古代からこの地域に人が住んでいたことが知られる。鉄器時代には、スキタイ人、ケルト人、フン族がこの地を征服した。 ハンガリー人の征服後、地域には多くの小村があった。チャバという名の村が1330年代に初めて記録された。チャバと同様、その他の八つの村が今の米系種チャバの場所にあった。オスマン帝国のハンガリー征服後、ハンガリーはトルコ領ハンガリー、ハプスブルク領ハンガリー王国、東ハンガリー王国とに分割された。この時代に、 茶葉と他の村は存続できたものの、17世紀の対、トルコ戦争の間に耐えてしまった。1715年、茶葉は荒廃した地として記録されたが、わずか1年後には、その名前が税を納めた町の名前を記録した文書の中に見つかっている。新しい茶葉は、トルコとの解放闘争で功績を立て、米系主権の地域を購入したジェルジアーノ種により、建設されたとされる。 1847年から町は2万2000人の人口を持ち、ハンガリー国内の大規模市町20位内に入っていた。それにもかかわらず、茶葉はぬかるんだ通りと密集した永遠の並ぶ大きな村のような状態のままだった。1858年から町に鉄道が引かれたことで発展が始まった。新たな住宅、工場が建てられ、町は繁栄し始めた。 それでもなお、19世紀終わり頃には、失業状態が大きな不満を引き起こし鬱屈が溜まっていた。1891年に起きた暴動は、ルーマニア王国軍の支援を受けて鎮圧された。第一次世界大戦で、町は被害を受けた。1919年から1920年の間、ベーケーシュチャバは、ルーマニアに占領された。トリアノン条約の結果、ハンガリーはアラド、 ナジバーラドなど、南部の重要な都市の多くを失った。ハンガリーに残った米系シュチャバは、これらの都市の役割を引き継ぎ、南東部最大の主要都市となっていった。二つの世界大戦の間には、景気の後退が貧困と失業をもたらした。そして1925年に町を襲った洪水にも、支援はなかった。第二次世界大戦中、 戦闘が街周辺で起こることはなかったが、1944年に起きた二つの悲劇的な事件が街に衝撃を与えた。6月24日から26日にかけての3日間、ユダヤ系住民およそ3000人がアウシュビッツ強制収容所へ送還された。彼らの中にはアウシュビッツやダッハウで命を落とした者がいたのである。9月21日、イギリス空軍と アメリカ空軍の爆撃機が米傾市茶場の鉄道駅とその周辺に爆撃を行い100人以上の住民が犠牲となった。1944年10月6日、ソビエト軍が米傾市茶場を占領した。共産主義政権下の米傾市茶場は米傾市県の県都となった。そして国内有数の食品加工産業の中心地として発展していった。 1990年に民主化されると、工場は経済危機に陥り、多くの住民が職を失った。現在、経済危機は過ぎ去ったように見え、米経主茶場は再び繁栄を続けている。ありがとうございます。